TBC ビッグロードレース DVD の第4弾1984年に開催された第12回大会をお届けしよう。この年は世界グランプリ 500cc 初タイトルを獲得した若きエディ・ローソン、チームメイトにはこのスゴンが500の初レースとなるウェイン・レイニー、日本勢はこの年全日本 500cc の初タイトルを獲得した平忠彦、4年ぶりとなる水谷勝の参戦など話題豊富な一戦となった。ポールポジションを獲得したのは平忠彦。先頭を行くのが01番のエディ・ローソンです。そしてレイニー、ダイモスパーティーをくぐって第2コーナーを回ります。ローソン、レイニー、川崎、そして平、さあスタートから飛び出した01番のエディ・ローソン会長です。ケニー・ロバスと非常に遅れました。これはヘッピンからの立ち上がりです。決勝では第1ヒート第2ヒートで優勝をし、ローソンがパーフェクトウィンを達成した。ここでしか見られない貴重な映像の復刻は多くのファンに楽しんでもらえる内容となっている。ウェブヤングマシンの二輪市場にて実行確約型のクラウドファンディングで特別価格で展開中。